今オフ、トレード、FA、新外国人など各球団の獲得選手一覧。年俸などの金額は推定ウィリン、ロサリオ内野手、28イコール韓国ハンファ。1年契約で推定年俸は3億4000万円、背番号20。右打ちの大砲でメジャー通算71本塁打本職は1塁打が捕手もでき、16年から所属する韓国ハンファでは2年連続3割30発100打点をマーク。ディエゴ・モレノ投手、30イコールインディアンス。今季は大リーグのインディアンスなどでプレー。ベネズエラ出身の右腕で、150キロの直球やチェンジアップなどが武器。大リーグ通算9試合に登板して1勝1敗、防御率 5.06。尾中佑はじめ投手、22イコールでな大和の FA 保証で獲得。山崎健晴内野手、30イコールでな天一に球団合同トライアウトを経て入団。推定年俸1000万円ロヒコアオ、ル、ユエンチン投手、21イコール国立台湾体育運動大。最速148キロ左腕複数都市契約で、背番号は未定。推定年俸は800万円マイク、ボルシンガー投手、29イコールブルージェイズ。今季はメジャーで11試合に登板、0勝3敗、防御率 6.31。カーブ、カット、チェンジアップなどの変化球を用い、緩急で勝負する右腕で、年俸80万ドル、約9200万円。エドガ・オルモス投手、27イコールレッドソックス参加さんへ。150キロ超の直球が売りの左腕年俸60万ドル、約6900万円。大野進む太捕手、30イコール日本ハムから FA 転9日、名古屋市内のホテルで森監督、西山球団代表、松永編成部長同席のもと、話し合いを行い入団に合し。高く評価していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。新しく挑戦するという形で前を向いていけると思っています。ドラゴンズのために精一杯頑張りたいですとコメント。昨年、日本一に導いた実績のある捕手の獲得に、指揮官は、課題である捕手のポジションを充実できたことを嬉しく思います。まずはチーム内の競争をしっかり勝ち抜いてほしいですと期待した。増井博史俊投手、33イコール日本ハムから FA 背番号は17。契約は4年最大12億円プラス出来高と見られ、4年目は金額変動制。渡辺直人内野手、37イコール西武背番号26。8年ぶりの古巣復帰飛翔捕手、24イコールソフトバンク。西田とのトレード飛翔は10年ドラフト1位で習志野から入団。楽天での登録名は、山下飛翔に背番号は29。大和内野手、30イコール阪神から FA 総額3億円の3年契約で4年目はオプション。背番号9武藤優太投手、28イコール中日戦力外。来季プロ8年目で、中継ぎ右腕として通算125試合登板した豊富な経験。中川大志内野手、27イコール楽天戦力外 .08 年ドラフト2位で楽天入団。186センチ、92キロの恵まれた体格で、右の代打として期待。ネフタリ、外内野手、28イコールナショナルズ参加。年俸3500万円の1年契約プエルトリコ出身で13年にレッズでメジャーデビューし今季はマイナーでプレー。エディソン、バリオス投手、29イコール BC 富山。年俸2000万円の1年契約作期まで6シーズン、ソフトバンクに所属。松井家頭広志外野手、42イコール楽天楽天を退団し、03年以来の15年ぶりの古巣復帰で背番号は7。兼任でテクニカルコーチを務めるニール、ワグナー投手、33イコールメッツさんへ。ブルージェイズなどで大リーグ通算52試合に投げ、2勝4敗、防御率 4.92。今季はマイナーで40試合に登板し、2勝1敗、3セーブの成績を残した。ファビオ、カスティーヨ投手、28イコールドジャース。今季、ドジャースで大リーグに昇格したばかり。大リーグでは2試合に投げただけだが、マイナーでは353試合に登板し、
35勝55敗25セーブの実績がある。ブライアン・ロドリゲス投手、26イコール前パドレス参加さんへ。1年契約で推定年俸は5000万円プラス出来高。196センチ、81キロの長身から投げ下ろす角度のある速球が持ち味で、先発枠の一角として期待。マイケル・トンキン投手、27イコール前ツインズ。身長2メートル1センチの大型右腕、今季はメジャーマイナス16試合に登板し1敗、防御率 5.14。メジャー通算141試合で3勝3敗、防御率 4.43。山田泰樹投手、29イコール前ソフトバンク背番号は34。今季2軍では22試合に登板し、10勝5敗、防御率 2.35 の好成績も戦力外に。田代翔太郎外野で、27イコール西武戦力外。12球団合同トライアウトに参加していた。今季は38試合の出場で打率は1割に満たなかった。西田哲夫内野手、26イコール楽天飛翔とのトレード。西田は09年ドラフト2位で関大一高から入団。14年には131試合に出場。